YouTube 見て今配信に至ってるんですけど、さすがにちょっと急に眠さがピークできた。眠さにピークが今とてもすごいですね。お腹いっぱいにもなったからかな。お家に来て、お家に帰ってきて安心感もあり。ありがとうございます。今日鬼滅での楽曲披露は、9期生は僕らの風を披露しましたね。なんか9期ってさ、オリジナルの公演をやらせていただいたり、いただいたことがなくて、初めてのみんなの劇場デビューが基本青春ガールズ公演だったので、青賀かなって最初思ってたんですけど、やっぱ青賀のイメージは8期7期のイメージが強すぎたので、そうなくなったって感じなのかな。まあ、僕らの風は手をつなぎながら公演で、9期が入ってきてリバイバルみたいな感じで始まったのが、9期が入ってすぐのだったから、まあ鉄の曲いいよねっていう感じだったと思う、多分ね。最初手をつなぎながらかなと思ったけど、僕らの風でした。ちなみに皆さん気づきましたか？12人バージョンの手をつなぎながらこう今やってて、私も出させていただいてたじゃないですか。いつもは高井月田さんのポジションだったんですけど、きみちゃんポジションかぶってて、私がそっちかなと思ったら、まさかの今日の披露したポジション、レナさんのポジションでした。ありがとうございます。それもあり余計に緊張しすぎてやばかったです。もともと今やってる鉄菜の月菜さんポジションもすごい結構前でフロントなんですよね、ほぼ。そこでも常に私は緊張して出てたんですけど、よりその倍緊張で。そうなの、やばかった。無事に終われてよかったけど、目を止め、そう緊張倍でした。いつも9期研究生の頃、私本当に一番後ろとか一番後ろから2番目3番目だったので、もう景色が違いすぎて驚きなんですよ本当に。しかも9期ね、約20人、まあ、20人以下だけど、それぐらいいた中の一番下から2番目とかだったので、すごいよね、こんなに変われるもんなんだっていう驚き。本当です、近いです。本当にね、みんなが応援してくれてるので、その応援がパワーとなって私に自信をつけてくれてステージに立ててます。ありがとうございます。乙女のドアップです。ビニール袋を探しに来ましたね、この子。乙女ちゃんダメ
メダメ。あとね、私年齢鬼滅とはまた別で、年齢別で楽曲披露を2曲ずつしたんですけど、私は僕らの数じゃない、僕の太陽と街中のパーティー、え、なんだ、なんとかのパーティー、街角街角のパーティーを披露したんですけど、その2曲、まあ、フリーレまずやろうじゃん。街角は僕隊はあの12周年の公演でやってたので、ある程度は分かってたからフリーレはなかったんですけど、隣近くにいるの誰なのかなと思いながら今日のリハしました。なんと僕隊隣佐渡川さんいました。びっくりして、嬉しくて、あの横見れませんでした。やばすぎ、ちょっとあなた近いです。あの中心0番の方向いて1へとかこれやるじゃないですか。のところ、あのそこだけは見ました。目の前にいるんで。ねえ本当にごめん、電源切られた乙女に。帰ってきたかな乙女ちゃん。電源切られちゃった。押された携帯。おどめちゃん、どうしたの、寂しかったんでしょう。かわいい、かわいいね。シルクはおとなしいですね、相変わらず。どうぞお話だね、下の。緊張した、とってもね、おとめ。外川さんとのお写真も撮ったので、いつかメールで送ります。あの新衣装の、私緑衣装のこの写真を撮りました。ちょっとさ、本当に眠すぎて、明日はもうお仕事があるんですけど、トークとはまた別で、だからやばいですね。まだゆっくりはできません。ゆっくりできる日は日曜日かな、日曜日か月曜日ぐらいな気がします。でも今日ほど早起きではないからいいんだけど、ちょっともうちょい寝たいんよね。くまちゃん、ありがとうございます。そう、15周年ウィークは終わってるんだけど、公演はまだ終わってないです。こんばんは。ちょっとスイカゲームやりたい。ポケモンとかずっと我慢してたゲームをやりたいんだけど、ちょっとスイカゲームね、ダウンロードしました、私。スイッチのあのポイントが溜まってたから、ポイントだからめっちゃ良かった。早くやりたい、スイカゲーム。スイカゲーム
やるのも絶対楽しいはず。見てるだけでもだって楽しいんだもん私。ダウンロードしました。あ、一緒。そう、ポケモンもやりたいんだけど、ポケモンは本当にね、丸一日オフの日とかじゃないとダメな気がする。もうね、冷房つけてメイクをしなくて、乙女視力と一緒に横になりながらゆっくりできる環境でポケモンをやりたいんですよ私は。全て整った状態で楽しくやりたいの。わかるかな。え、待って、あれ、くまちゃん待って、これタワーだったの。今日劇場にいた、ほぼ最善だよね。うんふんふんさん、ごめんね、遅くなっちゃった。くまちゃんタワーありがとう。今日もいっぱいコールありがとう。リピー。オッケーがすごい。ありがとう。あ、そう、食べ物も用意しないと。あー、スタバがいいな。ホワイトモカ。アイスのベンティーサイズで、ベンティーサイズでよろしくお願いします。探偵の虫眼鏡、ね、ありがとうございます。乙女はずっとゴロゴロ言ってるね、あなた。どうしたの。はいはい、乙女ー、心痛えな。ゴロゴロですね、ずっと頑張ってますね乙女。あ、そう、今日ね、周年で12期研究生の子たちもね、曲披露してたんですよ、 SK48 を。見てたかなみんな。もうリハからもちゃんと見てたんだけど、もう可愛くて可愛くて、初々しすぎてもうニヤニヤしたよね普通に。そう、帰り絶対に話したいと思ってた、あの解剖の子さやちゃん、そう、絶対に聞きたいと思って、いろんなお話をね、もし自分で一人で12期の子たち数人いる中にさやちゃんでこういる誰っていう感じで。そう、声転校しました。なんて言えばいいか分からなくて、さやちゃんでこいるって。そしたら、あ、はいって。優しかった。そう、お話ししました。共通点が多いこともちゃんとお話ししたら、ショールームでなんか私の名前を出してくれたの聞きました、嬉しかったですっていうお話もしてくれて嬉しかった。これからもっとお話ししに行きます、メータンと一緒に。楽しみです。神奈川県民が増えたこと嬉しいですね。ねえ、乙女。
嬉しい。やっぱね、話弾むもん、地元が一緒っていうだけで。あるあるとかさ、知ってる場所こととかさ、もしかしたらね、知り合いとかいるかもしれないじゃん、共通の。絶対楽しい。これからもちょっとお話できるといいな。でも解剖の話はしなかったちょっと待って、ずっとなんかさ、ここにあった乙女の池が、え、ずっとふわふわしてない？取れた、取れた。あなたの毛だよ乙女の毛でした。もう可愛いねなんか光が変ななっちゃった。あれ、ここ何だったっけ。乙女ちゃん、なんか変わっちゃった。今日15分で終わろうとしたんだけど、ちょっと喋っちゃダメだね。虫眼鏡ありがとうございます。毛づくろい上手。とめちゃんは出る？よいしょ、どうぞ。お父ちゃん、もう帰っちゃう。上手上手です、書くの。入っちゃう癒されてます、ありがとうございます。もうそろ終わりにします。いや本当に新年公演、コンサート、リクアはとりあえず全てが終わって本当に安心です。良かったです。良かった。安心、安心してぼーっとしちゃうやばい。達成感ちょっとありすぎる。乗り切れたことに対してのね、完璧かどうかとかではなく次のライブっていうかコンサートは、私は次11月20日に STU さんとの大富豪で2位で勝ち抜かせていただいた合同ライブがあり、その次がチーム別のライブがあります。 K2 は今回珍しく最後の日なんですよね。今日の発表があってだあった通り、そうなんです。今のところ2個ライブが予定あります。楽しみですなんかね、ちゃんと順位が分かるようなライブになったら、私は個人的にすごい嬉しいな
って思ってます。せっかくね、みんなも多分体に支障が出るぐらい頑張ってくれてたりしてたわけじゃん。実際私もそうだったしそう、結果2位で追われてすごく嬉しくて、しかも里川さんと並んで追われたことも嬉しくて、そうなんです。でも同期は珍しくちまと2人だけですね。ね、順位はちょっとはなんかあってほしいなって個人的に思ってますね。そうなんです、会場がしかも KTZEP 横浜です。地元の神奈川です。嬉しいそうね、落ち着いたらまた大富豪やりたいです。サーヤタイムでやります、やりたいです。その時はぜひやってください。本人登場シーンの写真は変わってません残念なことにはい、そうなんです、ごめんねスクショしないよねそれは前一回だけ一人でやったら変わってませんでした。自分はやるたびに毎回出てくるんで、本人登場シーン変わってないです毎回出るし毎回喋るからボイスはオフです。本人登場シーン出るたび携帯伏せてます、私。ちなみに目をそらすか携帯伏せてます、それぐらいです思い出したくない そう、ドラマだよね、ボイスもね違うし声も違く感じる変わるといいなで、何してんの、来るの、はい、終わりにします。あとちょっとで12時だけど、本当の土曜日です。今日はそうラブリンさんとね写真撮れなかったんですよ、珍しく。次の公演で撮ります ね、本当ね、かわいいね。ね、ちょっと心配です、ラブリンさん。1位、ムンフンフンさんくまちゃんパワーありがとうございます。今日もいっぱいコール見えてました、聞こえてました、神手ありがとうございます。楽しそうでよかったです。あ、そう、ストーリーあれ正解はキョンピーです。はい、誰でしょうかっていう問題のこのね、手でハート作ってるストーリー、キョビちゃんでしたでも当たってる方何人かいた、ラブリンさんかと思いきやキョッピーとかキョッピーっていう人もいれば、あとは手が小さいからキョッピーっていう人もいて、うわーすごい観察力と思って、キョッピーすごい手ちっちゃいんです、かわいい。私の手がさ大きく感じるぐらいちっちゃい。
2位ハッピーさん、3位ハッピーさん、4位カレナバタさん、5位キムヒョコちゃん、6位ハッピーさん、7位ささん、8位ハッピーさん、9位たこ焼きちゃん、10位くまちゃん、11位男の子のアバターさん、12位男の子のアバターさん、13位猫ちゃん。ありがとうございます。明日はトークトークトークが夕方からあるので、来られる方、当選した方、来てくださいね、ちゃんと。楽しみに待ってます。トークトークトーク K2 メンバーですね。楽しみです、とっても。ありがとうございました。みんなもゆっくり休んでください。おやすみなさい。バイバイ。バイバイ。